実編者十九聖火後の日実編者十九天保二年八月七日は、江戸時代後期の下作者、絵師。日本で最初に、文筆のみで自活した、東海道中膝栗毛の作者として知られる、駿河国府中で、町奉行の同心の子として生まれた。青い九両外町一丁目に、生誕の地の石踏みが立っている。本名は、重田定一。幼名は、死休。通称に吉地。 幾五郎があった。余裕気な、実縁者などとゴース、江戸に出て、武家暴行をし、天明三年、大阪へ移り、大阪町、武行、小田切正年に禁止したが、ほどなく浪人し、太打語りの家に帰職し、浄瑠璃作者となった。また、篠流の行動を学んだ。完成元年、近松義父の名前で、浄瑠璃、根影狭間合成を合作した。完成六年、 江戸へ戻り、通り油町の藩元、津田屋主三郎方に寄職して、用紙の加工や差し絵描きなどを手伝った。完成7年、津田屋に勧められて、公表し、進学と継承、他2部を出版し、以降は生活のため、20年以上にわたり、毎年20部前後の新作を描き続けた。十九は、文才に加え、絵心があり、文章だけでなく、差し絵も自分で描き、 半下も書くという、半元に便利な作者であった。狂言、洋曲、浄瑠璃、歌舞伎、落語、千流などに詳しく、教科を、漢迎期に修行し、それらを作品の素材にした。19は、独学で、公表紙のほかシャレ本、人情本、特本、合刊、教科集など、さらには、教科書的な文例集まで書いた。筆行、版、下書き、 挿し絵絵描きなど自作以外の出版の手伝いも続けた。完成から文化期に自ら行列土図や剣道士のキビまきびを描いたキビ大ジ図などの肉質浮世絵を残している。今日は2年に出した東海道中膝作リレが大ヒットして一躍流行作家となった。当時の生活について最近ではいつも出版元から係の人が来て、 机の横で原稿が出来上がるのを待ってますと、現代にも通じる作家生活を描写している。文政5年までの21年間、次々と膝繰り毛の続編を書き継ぎ、頻繁に取材旅行に出かけ、山、東京電、式帝三馬、極帝馬金、鈴木牧師らとも交わった。また並行して出した方言修行金はラジも広く読まれた。 東洋院の墓所これらの作品がヒットした背景には、当時、寺小屋の増加により、人々の識字率が高まっていたという自制上の理由もあった。それまでは、文字の読み書きは、公家や僧侶など知識階級の特殊技能に属し、一般庶民が読み書きできる時代は、それまで存在することがなかった。19は、作品執筆による収入だけで生活した。 日本初の職業作家とも言われるが、当時は職業的著述業の成立を可能にする規模の市場が日本に史上初めて成立した時期だったのである。文化7年46歳の時に目を病み、しばしば再発した。文政5年58歳の時に中部を患い、その後は目を貸しただけなのではと疑われる19らしくない作風の著書も混ざった。 晩年を貧しく過ごした後、天保2年8月7日、67歳で没した。時世の句は、この世をは、鳥屋、追いとまに先行と共についには敗、はい、ようなら。浅草の東洋院に葬られた、新月院19日更新し、母日は東京都中央区勝時4丁目に移転した同意に残る。天保3年、遺族、モンテーラによって、 長明寺に建てられた記念碑が今も残る。また、静岡市青区杜山町の洋山県公園には、重田一族の墓が建ち、19の戒名が刻まれている。でくくった下台の前に、次の略号を用いる、木、公病紙、読み、特本、写、写礼本、形、国形本、話、話本、合わせ、合刊、情、人情本。 なお、東海道中膝栗り毛及び、続膝栗り毛については、当該ページ参照、ありがとうございます。